4000身は、鈴木拓樹、後藤拓海、石橋両大で結成された、日本のお笑いトリオ。所属事務所は、渡辺エンターテインメント、渡辺コメディスクール22期生として出会う。スクール時代は、鈴木と後藤は別のもう一人とのトリオで活動していたが、その別の一人と鈴木が、仲が悪く、この二人が、おバカキャラでぶつかったことが原因で、後藤も、 なんでこの人たちのためにネタ書かなきゃいけないんだと思うようになり解散。その後、後藤は一時石橋とコンビを組むが、漫才の突っ込みがしっくり来なかったという理由で解散。2015年の秋頃に、後藤は再び、鈴木と組み、スクールのライブの日が迫っているのに、トリオのネタしかないと悩んだ末に、石橋が余ってると気づき、石橋を誘ってトリオを結成した。 結成から事務所に所属できるまでは仮として組んでいたということで、事務所所属が決まるまでは、すごい緊張感でやっていたという。同スクール卒業後、渡辺エンターテインメント所属となる。芸風は主に漫才。コントも行う。後藤がネタ作成を担当。ネタの雰囲気としては、友人同士の普通の会話が、どんどん展開していくようなものと言われ、 続きと石橋の天真爛漫なボケに、後藤がローテンションに突っ込みを入れながらグダグダした会話を回してゆくスタイルで脱力系漫才と称される。トリオ結成後に最初に作ったネタは、しりとりの逆の頭取りをテーマにした頭取りゲーム。つまらないことをいかに面白くするかと考え、しりとりを元に作ったという。テレビ初出演となった新しい波24でこのネタを披露し、 話題となった。この初出演の際に、後藤がたまたま体調が悪く、元気が出ない状態でネタをして、大受けしたことから、脱力系の芸風となった。ネタによっては、続きと後藤だけでほぼすべて進行し、石橋のセリフが極端に、少ないことがある。m 一グランプリ渡辺お笑いナンバーワン、決定戦その他、続き卓喜、石橋領大現在の出演番組過去の、 出演番組、鈴木拓樹、後藤拓海芝市領代、後藤拓海芝市領代、続木拓のり現在のレギュラー番組過去のパーソナリティ、担当番組、鈴木拓樹その他,他、ゲスト出演多数。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。後藤匠に関するカテゴリー、鈴木拓樹に関するカテゴリー、石橋領代に関するカテゴリー。ありがとうございます。